48グループ1のイラジラ AKB48 の中野紗理香です。よろしくお願いします。こんばんは。1週間ぶりぐらいですかね。元気ですか。昨日と昨日の昨日は握手会でした。4年ぶりの。もうめっちゃ楽しくていっぱい笑いました。昨日の昨日はピンクのニットに黒いキャミワンピを着ておしゃれみたいな、自分のお気に入りのお洋服をね着させていただいて、で昨日は、まあ、ハロウィンが近いということで狐の巫女さんのコスプレをしてドン狐みたいな感じでコスプレしました。すごい褒めていただいて、コスプレを嬉しかったです。私あんまりそういうイベント系でねコスプレしたりとかするタイプではないんですけれども、しましたよっていう感じで珍しいでしたね。声枯れてますかって来て、いいえ、まあ、声枯れてるとしたら、まあ、その理由は今日初めて喋ったっていうところでまだ声が起きてない可能性はあります。正直今日そう引きこもってたんで、はい、お休みでね。で、まあ、ずっとまあでも今日はねいろいろやってたのよ。まあ、掃除したり洗濯したり、家の家事系、忙しいと全然お掃除系できないんですけれども、そういうお掃除系やったり、書き物をいっぱいやったりとかね、アンケートを答えたりとか、なんかそういう系のなんか家でできる仕事、在宅ワークみたいな、お休みですけど、なんかそういう感じのことをしてたらもうこんな時間になってました。起きたのはお昼ぐらい、12時ぐらいに起きたね。うん、そんな感じで今日はそういろいろやってました。家の中で、そうっていう感じで生きていましたけど、ショールームするから起きてすぐメイク軽くしてって感じで、こちら見えないけどハンコックのロンティーを着て今日は過ごしていました。ワンピースの YouTube のお仕事の時にいただいたやつです。まあ、握手会では、まあ、結構ワンピースの YouTube 見てなんかシャンクスについて話しましょうとか、ワンピースのことをお話ししたりとか、あと事務所移籍おめでとうっていうことと、あとカップリングセンターいっぱい聞いてるよみたいな、 In anyway 好きみたいな言ってくださったりとか、あともう一番多かったのがお手上げララバイの5位、5位のやつすごいねとか、まさかそんな
上位だとは思わなかったとか、そういったお話がもうすっごい多くて、この2日間かっこよかったとか、重力シンパシーで見てたからその武道館で見れて感動したとかすごい言っていただいて、めっちゃ嬉しかったし、結構押し増しとか使えた部ではあのコスプレが可愛かったから来ましたとか、あとお手上げララバイを見てかっこよかったので来ましたとか、そうあの結構初めて来てくださった方も多かったり、あとね、私を普段押してくださっている方がお友達を連れて連番してきましたみたいな方とかもいたりして、あの初めての方とお話できたのも嬉しかったし、4年ぶりの握手会でそのオンラインは行ってなかったけど握手会再開されたから来ましたみたいな、もう超久しぶりの方とか、あまだ私のこと押してくれてたんだみたいな方とかもいて、あの嬉しかったですね。はい、やっぱ握手はいいねって言いながら皆さん帰っていかれましたね。いや嬉しかったですよ私も。ただこの可愛すぎる、あ見えにくい、この可愛すぎる超グラデーションマグネットネイルが見せれなかったっていうのが悔やまれる。あの運転手さんの手袋みたいな、リムジン運転してそうな運転手さんの手袋をはめて握手したので、この爪見えなくてちょっと悲しかったんだけど、まあでも別に手袋しててもその手は感じ取れるから私は全然まあ良かったんだけど、まあ、爪が見せれないっていう、こうやってできなかったのが悔やまれた。でもインスタで載せます、このネイルまだ載せてないから。そうそう、あの巫女さんのコスプレと手袋がいい感じにマッチしてて、まあよかったね。楽しかったですよ本当に。11月中旬か18、19にも握手あるんで、また待ってますね、よろしく。その時はで、11月は普通に私服もう決めました。私服ちなみにあの私服で行きます、ともう一個あれで行きます。決めるの早い。そうまだ着てない洋服がたくさんあって、それ着ていきます。あの和歌山のロケで大阪に帰ってたんですけど、ママとお買い物して楽しかった。あと幼馴染の友達に会えたりしました。
気温下がるといいね。それな、早くね上着とか着たいんだけどね、全然暑い。まだお昼。そう、ママにスカジャンを買ってもらったの。それがもう可愛すぎるから早く着たい。でもめっちゃモコモコでファーがついてて、もう真冬用みたいな感じなんですよ。楽しみ、着るの。スカジャンじゃないか、なんだあれ。ジャンバーなんか名前忘れたけど、あれ定番なのはカーキと中がオレンジのやつ、スタジャン。そっちかも。 MA1 それ声でか。 MA1それ、そっちの、あの中は全然オレンジじゃない、普通に黒のやつ。もうめっちゃ可愛いんですね、それが。ちょっと可愛すぎる。可愛すぎるんです。あ、リバーシブル。ちなみにめっちゃ可愛いっていうか万能だと思う。どんなお洋服にも合いそうな気がする。だからね、いっぱい着ます。寝すぎて眠い。でも今日は全然お昼寝とかしてないね。ご飯は餃子を食べる予定。そう、餃子は便利よ。冷凍で買っとけばね、焼くだけなんだから。国体の練習はできてる。今日やっと資料をもらいました。まあ私が出るのは下旬、いつの下旬かは知らないんですけど、私は下旬に出るんです、多分ね。っていうか、もう昨日っていうか、もうほんと握手会でなんか公演出る予定ないのみたいな。いや、そりゃね、私が僕体を覚えたら出れますよって言って、でまあ覚えようと思って、あの下旬に出る予定ではいるんだけど、それが11月なのか12月なのか1月なのかは分からないんだけど、まあ一応下旬ってみんなには言ってる。下旬ねって。でやっと今日資料もらって、まあ曲を聴くことから始めようと思っています。
全然もう初めて聴く曲も多分あるんで、正直うんって感じなんだけど、ちょっと頑張って覚えてみる。あと何の話が多かったかな。ああ、パンカツ、おすすめのパン屋さん教えてくださいって多かったね。まあ私のインスタを見ればすぐ分かるんで、その好みのパン屋さんを見つけて行ってみてください。あのインスタを見て。あとあれね、武道館のあの1日目の衣装、大阪の衣装とほうれん草似合ってたよっていうのが多かったね。ほうれん草似合ってたよっていうこのワードはちょっと不思議な感じがしたけど野菜シスターズ、私まあ何回かやったことあって、キャベツとあと紫芋は来たことあったんだけど、あのほうれん草は初めて。しかもあのいつもあの8で着てたやつは第1弾の方で、第2弾の方の衣装だったのかな。今回なんかパワーアップした方の衣装を着れたから嬉しかった。なんかね、違うバージョンもあって、そっちを8で着てたんですけど、でもそう、野菜わーわーわーシスターズ。野菜ジュース私あんま飲まないね。なんか一時期スムージーにハマって、野菜っていうかフルーツ多めに入れて、小松菜とか入れてスムージー作ってたけど、すぐ飽きたよね。なんか混ぜるより別々にそのまま食べた方が良くないっていう考えになった全部混ぜて飲む必要あるかなみたいな、あの飽きてきた時にあの別々で食べようって思ったりしたよね。あと野菜の割合が多いとちょっとうわーってなっちゃうのよ。フルーツとか甘いのが多かったらごくごく飲んだけど、
ぱりそうね、最近何ハマってるかな。最近はカリカリ梅もあんまり食べてないですね。公園に出てないから食べてなくって、あとはね、あ、こんにゃくゼリーはハマってるかも。こんにゃくゼリーはいいですよ。あのマンナンライフのこんにゃく畑、あれが美味しいのよ。みかんとりんごと桃とぶどうがあって、あと最近プリンといちごミルク味があるの。それが美味しい。なんかスイーツみたい。ぶどう館の差し入れ何が美味しかった？うん、めっちゃ来てましたけどね。マカロンのスイートポテト味は2個ぐらい持って帰ったでしょ。で、あのあれも美味しかった。天むす。あとはね、卵の殻に入ったプリン、あれ好きかな。あれ食べた。マカロンちゃんグッズの新作どうなったの？あれ今度打ち合わせ行くんですけど、まあ一応年内には頑張って公開したくてって感じ。頑張って年内に公開してお届けは来年ぐらいになっちゃうかもしれないんだけど、なる早で進めてもらいます。でももうデザインとか発売するものは決まってるって感じです。よろしく。使いやすい。もう毎日使える。正直なお話、使おうと思えば使えます。まあお楽しみに。まあ、一応ペンライトは再販しようとしています。結構電池切れたとかアクリルの部分割れたっていう声を聞くので、ペンライトは再販したいって言いました。そんな感じ。あとそうね、そんな感じ。早く私も使いたいですね。
キャップ欲しい。私もキャップ欲しい今。キャップっていうか普通に帽子探してるんだけどむずい。事務所だと何でも送れるのかな。あ、送れるって言ってましたよ。昨日マネージャーさんに会ったんですけど、あのフルーツとか生ものはその私が受け取れるタイミングにちょうど届けばいいけど、その時期に届かないとあの腐らせてしまう可能性があるから、生物とか食べ物はなんかあんまりうんみたいな反応だったけど、なんか細かい制限とかは特にないって言ってたんで、まあ劇場に送れないものは事務所でいいよって言ってました。劇場はあのコスメとかがね無理なんだよね。あともちろん食べ物も無理でみたいな。あとなんだ電化製品とかも多分ダメで、あとなんだ1万円以内みたいな。自作の CD とかもダメ。何それどういうこと。あー自分で作ったMV とかダメなの。あ送る人おるあの何それって感じなんですけど、事務所の方だと、まあ、自作の CD あんまいらないなって感じですけど、一応制限はない事務所は。はい、自作の DVD も全然いらないんだけど、あの、まあ、制限ないから送れるっちゃ送れる。うん、やめて送るの自作の CD とか DVD、 うん、いらない弁当とかはいつぐらいにできそうなのか。ああ、そうファンクラブをずっと作りたいって言ってて、まあそれもタイミング見て作れるらしいんだけど、それもまあ今度打ち合わせする。まあ、またこう今は何も決めれてないので、あの作りますとか作りましたってこう公言できる日時になったら、またやりたいイベントとかを一緒にこういうところでね語り合えたらなって思います。まあ、まだ
未定なことが多いので一旦少々お待ちくださいって感じです。前髪伸ばしてますよ。めっちゃ前髪伸ばすよって言ってたやん。伸ばしてます。でも 2way 前髪にするって言ったんですよ。だから今 2way 前髪作ってる最中なんでまだです。あの 2way 前髪っていうのは長い前髪でおでこを見せるこうかき上げみたいな髪型もできるし、こういう風にパッツン、何の音？パッツンみたいなもできますよみたいな感じの 2way なんですけど、今ここの毛、この横の毛がもうちょい伸びたらできる。あの今はこんな感じなの、全部下ろしたらこの長い毛がもうちょいこんぐらいまで伸びたら 2way ができる。でも今これをサイドに分けてパッツンにしてますよみたいな感じ。だから今こんぐらいしか伸びてないからまだちょっとこれなんですよね。そう、まあ新しい壁写も潜在写真もパッツン目なんで、しばらくはまあこれがベースにはなるんだけども、まあ、たまには長い前髪も作れるよっていう風にしたいんですね。っていう感じでーす。やっと壁車変わったよね。それにしてもイヤリングカラー入ってる時に撮ったやつなんで、マジでやっと変わった。事務所の洗剤の方が最新です。鬼滅の並びになったね。ね、波動のチームも鬼滅だし、そうだからなんかエイトが存在してるみたいで嬉しいね。
施設でのチーム分けはびっくりしたね。3日目でしょ。私は武道館のコンサートでチーム分けあった時にチーム春になったの。3月生まれだから嬉しい。春好きなんで。眠そう。いや眠くないんだけどあくびが出る。冬になると星が綺麗に見えるからいいですよね。最近寒い日とか帰り道に星がピカーンって光ってるのが見れて嬉しい。成功到底難しいって言ってるメンバー多かった。いやエイトの曲って意外とむずいんですよ。難しくなさそうに見えるかもしれないけどね、難しいんです。47の素敵な街へと制服の羽とヘナチョコサポートと挨拶から始めようは簡単。あと星空を君に、思春期のアドレナリンも簡単だけど、成功到底さよならじゃない。天の弱バッタジタバタ着替えて真実はまあ普通ぐらいだけど、生きることにね今日も簡単。さよならじゃないはイントロが難しい。成功到底はなんかややこしい。ジタバタは普通にダンスのスキルがいる。蜂の巣ダンスもダンスのスキルがいる。好きだ好きだ好きだは早いっていう感じで、ややこしむずい曲が多い。夢のルートはまあ簡単、ただ体力がきつい。あと一生の間に何人と出会えるのだろうは簡単。なんか覚えたら全部簡単なんだけどね。覚えにくい曲とかはまああるんですけど、覚えてしまうとね簡単に覚えるけどね。ウザとか、僕たちは戦わないとかはその技術が必要になってくるから、それはやっぱり難しい。何度振り入れされてもつまずく部分が出てくるから、まあ
やっぱ難しいね、ダンスナンバーって言われてる曲は難しい。ネモハモルーマーは、きつい、体力が。エスケープも技術が必要だから難しい。ちゃんとやったらめっちゃ難しい曲だなって思います。先生が踊ってるのとメンバーが踊ってるのとやっぱ全然違うから難しい。持ち上げられる場合も難しい。すっごい細かいこといっぱいやってる。そう見えないかもしれないけど、本当はめっちゃ難しいことしてる。そうね、最近のシングル「どうしても君が好きだとアイドルなんかじゃなかったら」はなんか手の細かい動きが多くてややこしむずい。でも覚えたら簡単っていう感じかな。脳トレみたいなダンス。あー、マストビーナーも難しかったな。失恋ありがとうはそんな難しくないけどね。サステナブルとかも優しいよね。歌詞覚えるのがむずいのありますか？なんか1サビと2サビの歌詞が違うとややこしい。全部のサビ違うみたいな。それに振り付けも全部違うってなったら覚えるのが大変かな。何曲が頭の中に入ってるんだ。もうめちゃくちゃ覚えてきたと思うけど、もうほとんど忘れてそう思い出したら踊れるけどみたいな。今パッて曲流れたら多分どれも曖昧にしか踊れないと。だってセットリストに、あ、この曲初めてやるわと思ってさ、振り振り見たら自分がいるみたいな。あれ？これ昔やったことあったんやみたいな思ったり。すごい若い自分が踊ってんの振り振りの中で。あれ？これ初めてやと思ってたのになみたいな。
ことがよくあるから、エイトの全国ツアーとかもすごい頻度でやってたから、そういう時に一気に覚えた曲とかって意外と頭の中に残ってなくて、そう、その場しのぎみたいなので結構そういうのが多かったりする。っていう感じでランキング読んでアフタートークしたいと思います。13位、どれおやじやっとネイル綺麗です、さんありがとうございます、嬉しいです。12位、中心アット握手会行きたい、さんありがとうございます、書いてないけど。11位、マッチンアットコスプレ可愛かった、さんありがとうございます、書いてないけど。10位、中心アットセリちゃんのインスタ今日も見たよ、さんありがとうございます、書いてないけど。9位、萌えアット武道館コンサート可愛かった、さんありがとうございます、書いてないけど。8位、まさのぶアット夜ご飯僕も餃子にしようかな、さんありがとうございます、書いてないけど。7位、クソジジイアットセリちゃんのマカロンちゃんグッズ楽しみにしてます、さんありがとうございます、書いてないけど。6位、プロスペクトアットセリちゃんの握手会に行けて幸せリカー、さんありがとうございます、書いてないけど。5位、赤いゾウさんアット阪神とオリックスどっち応援してますか、オリックスかな、はい、始球式やったからね、でもどっちも頑張れって感じはい。4位、ケンケンアットセリちゃんの昨日のインスタのリール100回ぐらい見ました、さんありがとうございます、書いてないけど。3位、タクアット握手会楽しかった、さんありがとうございます、私も。2位、淡路の黒ひょうアット握手会ありがとうございました、セリちゃんラブ、さんありがとうございます、バイ。そして1位はすすきの風来坊アットセリちゃん11月の握手会楽しみ、さんありがとうございます、書いてないけど。はい、今日もありがとうございます。セリちゃんは頑張ってる人を応援するタイプそう、私はそう、みんな応援してるファンっていうか親は巨人が好きで、巨人の試合も何回か見に行ったことある。で、一番最近だとなんだっけ、ヤクルトの試合を見に行った。最近って言っても結構前ですけど、っていう感じ。まあオリックスは関西だし、大阪だし応援してるよ。阪神は正直あんまり触れたことがないって感じかな。その都度まあ応援するかなどっちも。例えば一緒に見に行く人があのオリッ
ックスファンだったオリックスの応援するし、また違う人と見に行った時がその人が巨人ファンだったら巨人応援するしみたいな、あのみんなに合わせるなんか推しの球団がこれっていうのがないからこそできる技です。柔軟だって、柔軟です。サッカーとかもそうですね、世界の試合だったらまあそれは日本を応援するけど、日本同士の試合だったらまあ地元のガンバ大阪とかを もちろん応援するけど、その都度って感じ。そう、あー DD っていう言い方良くないな。うん、柔軟な考えって思って、だってお仕事で楽天の野球のイベント出た時はそっち応援したしみたいな。お仕事でどこに呼ばれるか分かんないじゃないですか、もし呼んでいただけた場合。阪神で呼ばれるかもしれないし、それだったら頑張れ阪神ってなるし、そう、ある時はね違う球団に呼ばれるかもしれないしっていうので、みんな頑張れって感じ。ワンピースもシャンクス以外見てあげて。ワンピースってなるとちょっと話は変わってくるよね。そうね、仕事で黒ひげの仕事来たらそりゃ黒ひげのいいところを調べて、やっぱ強い、一番強いと思いますとか言っちゃうかもしれないけど、でもやっぱり私にはシャンクスがいるから、シャンクスと仲良くしてほしいですねとか言うかもしれないでもシャンクスが好きなんですよって言うかも、黒ひげの仕事が来たとしても黒ひげの仕事って何それ本当それなんですけど、そう、私の推しはシャンクスなんですけど、黒ひげも強いのであの応援してますとか言えるそう、やっぱワンピースって来たら私はシャンクスなんで、そうね、うん、今後シャンクスがどう出てくるのかっていうのは一番に楽しみにしてるので、ワンピースで、はい、だから私の前でシャンクスの悪口言うのは絶対やめてね。でもシャンクスって悪いとこないんで、今んとこ素敵な素敵な海賊なので今んとこ、なのでまあそうね、悪く言う人はいないと思うんですけど、はい、僕の推しのジンベエもよろしく。ジンベエは本当にいい人だよね、わかる、強いし海操れるし、ていうか船の操縦うますぎ、
プロ、まあ魚人やもんね。サメ、魚人、コビーもいいよね。わかる、コビー、実写版のコビーもいい。すっごいそっくり、アニメとまんまやと思う。もはやそうですね。まあ、サンジも好きね、最近は。サンジはね、おそばマスク好き。まあシャンクスが一番なんだけど、うん。でも海軍の人も結構好き。大将とか、あの強いから好き。強くて個性的すぎて好き。キャラが濃くて好き。リビもいいよね、気が強くて。わかる、結局みんな好き。わかる。っていうか一番くじ、今度発売される一番くじの海軍のフィギュア見た？私が引用リツイートしてかっこよって書いたやつ。あれすごっ、あの作り。あんな作りのフィギュア見たことあるけどあんまないよね見たことないって言わしたけど、見たことはあるんだけど、めちゃくちゃあの珍しい一番くじでめっちゃ珍しいと思って。シブフィギュアめちゃめちゃかっこいい。すぐ売り切れそう。もう一瞬でなくなるだろうね、あのフィギュアたち。いや、いいよね。ワンピースカード増えてないね、全然。やばい、全然やってないわ。っていうか、全然コンサートで覚えること多くて、あの麻雀もワンピースも全然おろそかだったんで、まあ、ジャンプは読んでたけどおろそかだから、ちょっとね、舞台を覚えるまでの期間にいろいろ遊び尽くしたいけどね。新公演のこともめっちゃ聞かれたけど何もわからなくて、未定すぎて、なんか楽しみとかも言えなくて、ちょっとあれだったんだけど、全く何もわからないんです。あ、僕隊は下旬やから、とりあえず。だからそれはマジで頑張って覚える。なんか初めて全部の公演一から覚える。全部の公演じゃない、その一つの公演を、あの一からっていうか、雫公演とかはレッスンしてからシンポジを5ポジ覚えるみたいな、そういうのはもうあるけど、曲すらあんまり聞いたことない、歌詞もまだ知らないみたいな曲を一から全部覚える。起こすのは、映像で起こすのは初めてなので、ちょっと時間がかかりそうなんで、
まあでも8人だから覚えやすいかなとは思うけど。振り起こしは苦手ってなるちゃん言ってましたね。いやみんな苦手よそれは。そりゃ苦手。映像なんて見えにくいんだもん。マジでもっと画質いいの送ってって思うんですけど、あの本当になくて、画質いい振り V が全然なくって困る。手どうなってんのみたいな。よくあるんですけど、新公演は本当にねどうなんだろうね。だってもう1ヶ月ちょいやん。もうレッスン始まっててもおかしくないぐらいのあれだけど、何も来てません。どうなっているんでしょうか。でも僕隊はやってるメンバーが結構多いから、そのメンバーに聞きながら覚えようと思います。書き下ろしは時間がかかりますね。ねえ、だってあの千秋楽が決まった時点で新公演が始まるっていうのは大体分かってたじゃないですか。で16人公演始まるって聞いてたし、私たちも。だけど書き下ろし、新しく本当に書き下ろしの新公演っていうのは知らなかったから、私AKB の周年の日にそれが初日っていうのもなんかねえ間に合うみたいな感じだし、そうどうなっちゃうんだろうっていう、多分ファンの皆さんとメンバーも同じ気持ちです。楽しみが一番だけど、いつリハ始まるのって感じではある。まあそういうふうに思ったりするのもなんか AKB って感じだよね。なんか AKB ってこれやりますって言ってやってないの結構あるから、それも AKB って感じそう。まあ気長に待ちながら、私はとにかく早く僕隊を覚えたいと思います、はい、じゃん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 。なんか私が思うのは、新公演が始まるギリギリまでチームの公演やっとけばよかったのになって思う。なんであのタイミングで千秋楽やったんだろうなって思う。ちょっと早くないって思った、正直。まあ大人の事情があるんでしょうけど、
そうだってこの新公演が始まるまでの期間、僕隊と研究生公演しかないわけじゃない。まあもう終わったから知らないですけど。タンタンタ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 ンタタンタタンタタン。まあ、しずくはあのエイトが休止になったからそれは休止って言ってね、まあもちろんそうでしょうって感じなんですけど。じゃあソロ公演希望。ソロね、楽しそう。それまたやってたら多分もうリハがどうだらこうだらってなってまたごちゃごちゃなりそうやけど。そもそもチーム辞める必要もあったのか。もうそれはもう全員思ってるよね。しょうがないけど。ファンの皆さんとメンバーはほとんど同じ気持ちだから。南海公園とかもねあるよね。そう、あとこれ言おうと思ってたんだけど、握手会でドボンイベントをやるのみたいなめっちゃ聞かれてて、それを話そうと思って今日はショールームしたんだ。いや迷っててみたいな。まあ、今の時点で迷ってるならもうやんないだろうと思えてるかもだけど、いや迷ってるのよ。だって一日中毎日ドボンできる時間取れるわけがないんですねってなると、もうこういうのって自分が頑張らないと無理じゃん。もうファンの人任せっていうわけには正直いけないイベントだから、もうね毎日1時間全力でやればいいみたいな、そういうのはね本当に無理だし、そう12時間ドボンやらないとって来てるけどそんな時間取れないのってなると、もう、うん、でしょでしょとかってなるとね、まあやっぱり厳しいんですよ。でもうちのファンの皆さん頑張ろうって言ってくださってるファンの方もいますし、あのだけど私のファンの皆さんもお仕事で忙しい方が多いと思うから、まあ、無理はさせたくないし、私自身も正直あの僕隊覚えたりとか他にお仕事行ったりとかで、まあね不安しかないし、こういう不安な気持ちで始めるならまあいっそのことバッて諦めて普通に、うん、その分違うことを頑張るみたいな風にしてもいいなと思ったんだけど、どう思うっていう、まあ、これも一つのチャンスだしと思ったらああやんなきゃって思うんだけど、でも確率的につかめない可能性の方が高い私は。そうなんか毎日こうドボンやってるメンバーです私みたいな感じだったらこのイベントは逃せないってなってたけど、うん、毎日ドボンやってるわけでもないし、
こういうイベント系は、もう私のファンの皆さんはこういう競うイベント嫌いなの私知ってるじゃないですか、私が苦手なの。だからうーんってなっちゃうんですよね。もう超競うイベント大好きなメンバーですだったらもう迷いなくもう1週間ぐらい前からドボンイベントやりますって X の方につぶやいてたと思うんですよ。でもこうギリギリまでこう迷って、で昨日握手会でファンの方に言われても迷うっていう、そういう心境なのであれば、じゃあもうやんない方がいいんじゃないって思われるよねっていう。そう、だから迷っている。ですよね。そう、中途半端にやるんだったらやんない方がいいんですよ。そうなんですよね。ピョン吉さんにスマホ渡してやってもらう、ママに。いやー、それその選択肢、一緒にピョン吉さんと頑張るっていう選択肢も、まあ、もちろんあったかもしれないんですけれども、まあそれは楽しんでやりたいよねみたいな感じなんだよね。難しい。いや、やるってなったらやるってなったでみんなと一緒に頑張れるイベントだし、まあ結果的に楽しいってなるとは思うんだけど、なんか迷ってるならもうねーって思うんだよね。やんないならやんないで、まあその他のことにね時間を割けるから、まあいい、どっちでもまあいいとは思うんですよ。そう、だってもう決めるのはまあ私だと思ってるし、ファンの皆さんもセリカに合わせるよみたいな感じだと思うので、まあもう私はもう中途半端になっちゃいそうだから、今回はまあその遠慮していいかなと思ってるんですよね。もうやったらやったで絶対に達成、一緒に頑張れるイベントだからまあなって思って、迷うんですけど、うんって感じなんだよね。わかる？この気持ち。マジで1ヶ月暇なんだったらやりたいんだけど、でもこう中途半端にやりますって言って私が全然ドボンできてなかったらそれはそれで失礼だし、うわーってずっと思っててね、本当に。まあ難しい。なんか握手会とかでも11月にある握手会でもドボンのお話で持ちきりになるのは嫌なんですよね。ドボンイベントなんかほんと頑張ろうねみたいな、なんかそれもあんって感じなんだよね正直。そう、もっと違うお話したいと思っちゃうから、うん、それがイベだよって来てる。そりゃそうや。でもそうやなんです。
まあね、難しいんだよね、こういう系は。ねえ、難しい。まあ私は正直ドボン、まあ今回のイベントに出れるってなるとやりたいってなるんだけど、ドボンをやってる時間があるなら麻雀をやった方が私はいいと思うんです。最近麻雀が弱くて弱くて悩んでるので、自分が悪いんだけど、最近麻雀の調子が悪くて、そう悩んでるの。悩んでるっていうか、悩んでるって言ったらちょっと間違いなんだけど、本当に負けるんですよね麻雀。最近ゲームでも実際のジャンタクでも負けるんです。スランプ、それまあ全然タクで打ててなかったっていうのももちろんあるんだけど、なんかこう自分が後で考えれば分かるのに、こう実際にやるとなんかこう、なんでこの牌切ったみたいなっていうので、まあなんか最近ちょっとうまくいかないことが多くて麻雀で。そうちょっとね難しいなって思ってるんですよね。そうなんか上がったとしてもめちゃめちゃ安い手みたいな、高い手を全然上がれないっていうのがもう悩み、まあ、これはもう何十年も悩んでるお話なんですけれども、でも高いと上がれる時は上がれるし、ハイパイが良ければそれをうまく持っていけることも可能だったわけなんですけれども、最近そう上がることすら難しいみたいな、もはや振り込んでしまうみたいな、この停滞期に入っているんですね。そうだから最近そのアベマに課金して M リーグを結構たくさん見ているんですけれども、まあかなさんが M リーガーになったっていうので応援もしているので、かなさんを見るために M リーグを見てるっていうのも一つの理由ではあるんだけど、本当に弱いのよ最近私。そう今まで結構逃げるんですよ、私の振り込まないように降りる麻雀っていうのをよくやってたんだけど、なんか最近なんか不意に振り込むっていうのが多くて、わかる。だからなんか振り込んだら振り込んだでめっちゃ病んじゃうの、ああって。だからそう M リーグもよく 見るようになったんですけど、いやわかる。もうちょっと話それたね。そうで今麻雀も弱いっていうところで、まあ、全然関係ないんですけれども、そう、だってリーチした相手に一発で振り込むとかやっちゃうんで、それが良くないっていうか、もっと回数重ねてやんないとダメだって、まあ、分かってたけど本当にやってないと本当にそういう風に実感して
体感して本当にやんないとうまくも強くもなれないっていう。だからもう本当にもうそう、まあそれはもうそれで、それは麻雀の反省点なんですけど、で話戻るとまあドボン、ね、ドボンね。まあこんなギリギリで悩むならやめとけばって思うよね。し私もまあその中途半端な気持ちになっちゃいそうだから、まあ別にだったらファンの方に迷惑かけるだけだから、まあ、ファンの皆さんは優しいからそれは迷惑って思わないと思うんですけど、思わないというか迷惑に思わないよって言思ってても、あの思ってないよって言ってくれる優しい方が多いんだけど、なんかこうそれはそれで申し訳ないなって思うし、まあ自分のそうモチベがいまいち上がってないっていうところで、まあうん、まあ、ドボンっていうゲーム自体はその期間中に遊ぶのはもちろんするけど、そう全力で頑張るっていうのは多分今月来月1ヶ月丸々っていうのは無理だと思うんですよ。ドフォンはもちろん楽しいゲームだからもうちょこちょこ遊びたいなとは思いますけどね。そうだから、そうだから皆さんはあの全力で頑張らないでほしい。あの分かる？私は今回その楽しむ程度、こうイベントやってるんだったら3周年だし、そのイベントじゃなくてドボンのゲーム自体を楽しもうとしているそのスタンスで、皆さんもあのその無理しないでねみたいなスタンス、あのイベント系って無理して頑張ってほしいみたいな感じなんだけども、あの無理せず一緒に楽しもうみたいなスタンスで頑張れたらなって、頑張るっていうか楽しめたらなみたいな感じで思っています。あのこの期間中にそのドボンやって一緒にマッチングして遊べたらいいよねっていう感じで、そういうスタンスだから、毎日ドボン頑張ろうみたいなポストとか意気込みみたいなのは今回はしないんだけどみたいな感じ、ゲーム自体を楽しむ期間にしませんかっていうのなんですけれど、いいでしょうか。私今ドボンのランキングにも多分入ってないので、自分のランキングとかもまあそう上げつつ、まあ一緒に楽しめる期間にできたらなって思います。まあこの期間にショールームで一緒にドボンやる時間を作ってもいいと思うし、そうっていう感じで、すごい頑張ろうって思ってくださってたファンの皆さんはあの残念に思っちゃうかもしれないんだけど、その中途半端になってしまうのが嫌なので、あの楽しむ程度にできたらなって思います。はい、すごい悩んだ結果こういう感じになりました。あの全然悩んでないわけじゃないので、その考えた結果こうなったわけなので、そのやる気がないとかそういうわけじゃない、それだけは勘違いしないでほしいと思います。
はい、このショールーム見てない方にもちょっとあのおたともみたいな人がいれば、その伝えてほしいこの気持ちを、セリちゃんはこういう風に思ってるから楽しむスタンスでやるんだってみたいな感じで言ってください。あの拡散とかは別にしなくていいんだけど、あのそうそうそう、結果成果ってドボンどうすんのみたいな話になった時は、あこういうスタンスでやるみたいよってさらっと言うだけで大丈夫っていう感じで、なんか30分ぐらいアフタートークしてるんだけど私。まあ、私はまあドボンも楽しまないといけないんだけど、あのそれより麻雀を頑張らないといけないの。弱すぎて最近もうびっくりするからね。前回のトップ面を見ていただいたら分かるかもしれないんだけど、せいちゃんどうしたのってなっちゃうかもしれない。まあこれはまあしょうがないっていう風に切り替えて、忙しかったからしょうがないっていうのを理由にまた切り替えて、新たな気持ちで MJ とかもたくさんやっていけたらなって思います。はい、切り替えって大事よね。うん、本当に。いやー、だって私ファンの方と麻雀イベント開きたいと思ってるから、そこで弱いと相手にもならないじゃないですか、皆さんの。だからさすがに張り合えるぐらいの実力はつけて、あの皆さんと戦いたいので、そういう麻雀イベントが開催できた時には、なのでそのために頑張りたいと思います。麻雀知らない方は、まあ、違うイベントで楽しもうみたいな。はい、そんな感じで、今日の配信は終わりたいと思います。この後私は餃子を食べてメールを送ったりとかして、あと洗濯物も乾いたと思うので、畳んでお片付けして、で、あ、ワンピース見て寝ます麻雀やらんのかいって思った。まあ、麻雀はもちろんお風呂入りながら半身浴しながら MJ とかしたりしたいと思います。じゃあありがとうございました。あ、明日はあのインスタの質問のストーリーの質問コーナーを開催しようと思うので、また忘れてたら言ってくれる、あのやろうと思ってるから。うん、じゃあまた、ありがとうございました。バイバーイ。